はい、よろしくお願いします。今回は数三の定積分の置換積分法丸一をお送りします。で、タイトルにあるように、まあ、定積分がね、ちょっと前に始まって、それの置換ですね、をやっていく形。で、問題は今回3問ありますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。でですね、撮影し直してます。はい。前回3番のね、解説間違ってしまって、本当申し訳ない。ご指摘いただいた方、ありがとうございました。で、今回、結構数学慣れてる方なんかは、1番と3番はね、まあ、言ってしまえばね、置換積分法使わなくてもね、いいんですよね。特に1番。で、使わなくていいんですけど、まあ、一応今回、置換積分法の導入、1本目なので、あえて使っていきます。まあ、使わないのも一応説明するんですが、ただちょっと遠回りに感じるかもしれないんですけど、お付き合いください。で、ポイントとしては、不定積分でやった置換と変わらないです。普通に置いて、でやっていく。積分をしていく形なのね。で、今回このパターンだったら、その括弧の中身の 2x プラス1をそこを t って、置きましょうと。こうやって置いてきたでしょ？不定の時も。で、まずこれをね、微分しますと。で、x で微分すると、あ、ごめん、t で微分すると、ここが2になって、そこに dx dt がくっつく。で、右辺が1ですと。で、つまりこれをまとめると、dx イコール2分の1 dt になりますと。で、これで dx 置き換えて、t にね、dt に置き換えて、ここも t にすれば積分できるじゃんだったんだけど、その定積分になった時に一つだけやることが追加されます。それが積分区間。今、マイナス2から1で積分しろっていう話をしてるんですけど、これは x の積分区間なの。x。で、当然今 x から t に文字を変えてしまったんだから、積分区間も変わります。そこだけチェックする。で、書き方はいろいろあると思うんですけど、まあ、ちょっとこんなんで書いておきましょうか。x と t ですね。で、x が今マイナス2から1です。じゃあ、その時 t はいくつからいくつなのっていう発想。で、どこで考えるかっていうと、x と t をつないでくれてるのは自分で置いたこの部分です。ここでつないだよね。ってことは、例えば x がマイナス2、その x がマイナス2をここに代入してしまえば、マイナス4プラス1、つまり t はマイナス3ってわかりますよね。こうやって。で、x に1を代入すると t は3ってわかるから、t はマイナス3から3っていう積分区間になるんだねっていうのがすぐわかります。これだけです。これをやり忘れなければ、その定積分になっても、置換積分は普通に解くことができます。みんなはね。じゃあやっていきましょう。じゃあここをちょっとね、ぐいっと持っていって、今 t に変えます、全部。積分、インテグラル、積分区間はマイナス3から3です。で、ここが丸々 t に変わるので、t の4乗。で、dx の部分にこれが入って、2分の1 dt と。こうなります。で、まあ、2分の1前に出しておきましょう。で、t の4乗を積分すると、5分の1、t の5乗です。これですね。5分の1、t の5乗。つまり、まあ、10分の1前に出しておきましょうか。出しといて、ごめん、5分の1も出したね、今ね。中が t の5乗だけになりますと。で、マイナス3から3。で、まあね、今までやってきたように、まず上から入れると、ちょっと10分の1出しておいて、3の5乗かい。3の5乗。あー、ま、これ、ま、いっか。3の5乗は243か。243。引くことの、で、マイナス3の5乗だから、これがマイナス243。つまり、プラス243だね。で、こうなると。で、これ、普通に足して約分しても構わないんですけど、これ今どういう状態かって、10分の 2×243 なんだよね。これ。ってことは、ここ、こうやって約分すれば、5分の243ってすぐ分かるので、答えどうしようかな。下の方がいいね。ちょっとここでいいかい？こっちね。答えは、5分の243。これで終了となります。ちょっと
つこいですけどね、導入なんでもう一回だけ。やってることは不定積分と変わりません。置き換えて、DXDT も処理してっていうやってることなんですけど、一個だけ積分区間。ここだけ、ちゃんと X から T も変えてやっていってください。それしないとミスが出てしまうんでね。いいかな。で、最初に言ったね、こう遠回りしましたという話なんですけど、これ普通にね、この積分って、まあ、2x プラス1の4乗なんで、まとまって考えたらさ、これ5分の1、2x プラス1の5乗にして、まあ、ここのさ、x を微分すると2が余計出てくるから、それを2分の1をかけて、こうなんだよね。こうやって。こうなる。置き換えないでもね。今、痴漢積分使ってない。普通に積分すると。で、これでやっていくと、まあ、自分自身前出しておこうか。出しておいて、1を入れると、これも3の5乗でしょ?引くことのマイナス2入れるとマイナス3の5乗だから、こうなって同じなんだよね、結局ね。なんていうの。絶対早い。こっちの方が。まあ、絶対早いんだけど、まあ、最初なんで許してください。痴漢積分はこうやってやっていきます。まあ、まあ、無理に使えっていう話じゃないんだけどね。もしまあ、学校のテストで痴漢積分で解きなさいみたいな、中間期末でね、言われた場合はもちろんそれでやんなきゃいけないんだけど、途中式書かされるからね、きっとね。じゃあ2番行きましょう。で、2番は、ま、ルートがいるので、ここですね。ルート x プラス1を、ま、t と置いていきましょう。こうですね。じゃあ t で両辺微分していきます。で、まあ、その前にあれか、2乗しないとね、ルート外さないとなんで、これを外しましょう。で、t で微分すると、こっちはの dxdt、イコール 2t になりましたと。ってことで、dx イコール 2t dt とこうなります。で、これでまあいけるんですが、積分区間がね、大事になるので、それもやっておきましょう。ちょっと詰めますね。x は今0から3です、積分区間が。じゃあ、さっきと同じようにここで繋いでますので、0を入れると t イコールルート1。つまり1だね。ルート1。で、3を入れると t イコールルート4、つまり2ですね。t の積分区間は1から2と分かりました。じゃあ、置き換えで痴漢やっていくわけですけど、ここは t ですね。ここは t といけるんですが、ここですね。これが x が残ってしまうので、どうするかっていうと、ここ、x プラス1イコール t の2乗が、ここをうまく使って、プラス1を右辺に持っていきます。そうすると、x イコール、ここね、x イコール、t の2乗マイナス1となります。ここからね。まあ、ここに代入しましょうと。で、プラス2。で、これまとめると、5t 2乗、マイナス3となります。ここがね、t になると。じゃあ、それも踏まえて、全部、痴漢で置き換えていくと、積分区間が1から2に変わりました。で、5x プラス2の部分が、5t 2乗マイナス3になりました。ルートの部分は t って置き換えてます。t になります。dx はここです。2t dt なので、こうなりますと。よいしょ。t いっぱいですね。で、これ一回ちょっとまとめましょうか、これで。2t2 乗だから、まあ、2は出すか。2は出しといて、さっさっさ。t の2乗だから、ここが4乗で、ここが2乗か。こうですね。まあ、ちょっと多少綺麗になりました。じゃあ積分やっていきましょう。t の4乗は5分の1になるので、ちょうどここで消えますね。t の5乗。で、ここも、あ、ここですね。t の 3分の1が出てくるから、ちょうど消えて、t の3乗。ありがたいね。1から2。これは0から3だった方が楽だったね。0だったらね、すぐ消えるからさ。じゃあ行きましょう。2、中括弧にしておきましょうか。まず2を入れます。入れると2の5乗なんで32、マイナス3乗8か。これまず上入れたやつね。上端入れた方。引くことの1を入れると1引く1だから、あそこから1でも楽だな。消えるわな。となります。ってことで、こっちは関係ない。消えてしまうので、こっちは24。で、2×24 なので、結局答えとしては48で終了となります。さあ、ラス1。ちょっと時間長くなってますね。申し訳ない。よし、行きましょう。で、これですね。で、これが前回ちょっとミスったところなんですけど。で、これは最初にも言ったように、気づいてしまえば、痴漢使う必要がないんですよ、実は。そう、使わなくていい。前回その説明をしちゃったんだよね。そう、したんですが、で、一応今回使っていきます。痴漢の動画だし。
で、どうするかっていうと、分母をこれ、丸ごと置換します。これね、分母丸ごと。つまり、x2 乗マイナス 2x プラス2、これを t と置きましょうと。こうやってね。じゃあ t で両辺微分していくと、ここが、2x マイナス2が出てきて、まあ、そこに dx dt くっつけましょうと。っていう辺1ですね。で、まとめると dx イコール、これが分母に来るわけなんですが、ちょっとあえて2でくくっておきます。2(x-1)。分の1。これに今 dt がくっつくと。こういう感じだね。で、積分区間をチェックしますと。そう、前回ね、置換を使わない方で説明しちゃったの、自分が。そう、それでやりたくて。やったんだけど、積分区間を、置換をしてないのに、積分区間変えたんだよね。そうそう、それでミスったっていう。ごめん、申し訳ない。で、x は1から2なんですが、ここで繋いでますね。まず x に1を代入すると、1-2+2なんで、これ1なんだよね。で、2を入れても、これ4-4+2で2って変わらないんだよね。だから x と t が積分区間変わらなかったんで、結構答えとしては合ってたんだよ。合ってたんだけど、まあ、途中の説明ダメじゃねっていう、もうその通りだっていう話だったわけ。まあ、今回は置換使ってるので、ちゃんと積分区間変えていきます。で、これで準備完了です。で、さっきみたいに、ここは t って置いたじゃん。でもこれどうすんのっていうパターンに見えるんだよ、一瞬ね。下は分母は t って置いたんでいいんですけど、じゃあ x-1 どうするかっていう話なんですけど、これも処理しなくていいです。まあ、先読みすればね、dx がここがポンって入るわけですけど、x-1 が分母にいるので消せるんですよね、こいつね。そう、綺麗に消せる。だから問題ない。じゃあ行きましょう。積分区間変わらないです。1から2です。で、分母 t が来ていて、まあ、あえて書いておきましょう。分子そのままね、x-1 を入れました。書き換えました。dx 部分にこれを入れます。2(x-1)分の 1dt と。で、消えるからいいですよね。つまり、中身は 2t 分の1です。まあ、2分の1前出しちゃっていいと思うんですけど。だから、2分の1を出しておいて、中は t 分の1。t 分の1を、積分すると、ログですね。ログ、絶対値 t とこうなります。の、1から2です。いいかな？こうなると。で、今回、t、これ、置き換えてるんですけど、こっち、あれ、これね、t。こいつさ、平方関数するとわかるんですけど、これ絶対正しか取らないんですよ。負を取らないのね。ってことで、正しか取らないのが分かってるので、ここは、絶対値外しちゃっていいです。ログ t で OK。いいかな。じゃあ入れましょう。ということで、2分の1括弧、まず上入れると、ログ2、マイナス、一応書くか、ログ1ですね。ログ1となりますと、で、まあ、ログ1は0なので、結局結論と答えとしては、よいしょ。2分の1、よいしょ、ログ2と、これで終了となりギリか。はい、なります。いや、ぜひね、こんな感じでやってみてください。で、ほんとにここでね、説明終わっちゃうんで動画切っちゃって構わないんですが、ちょっと付け足して言うと、せっかくね、前回のその、説明した技の方をちょっと軽く触れると、このね、積分するとき、置換使わないやつです。置換使わないやつは、これ、分母をさ、微分したものが分子に乗ってたら速攻で倒せるっていうのがあったじゃないですか。もし、この上の部分が、これ分母を微分すると 2x-2 なんだよね。分母を微分すると 2x-2。で、それがもし上にこう乗ってれば、つまりここの部分が 2x-2 だったら、分母を微分したものが乗ってるってことは積分すると、ログ、その分母の部分。絶対 1x2 乗マイナス 2x プラス2って技があるじゃないですか、こうやって。積分するとね。こうやってすぐできるわけですよ。まあ今あれね、絶対って外していいんだけど、本当はね。正だからさ。で、それができないかなって考えるわけ。で、確かに違うんだけど、これよく見たらさ、まあ、さっきの形と同じね。こうやって考えられるわけ。ってことは、上がこうなってればいい。で、2が欲しいから無理やりつけちゃえばいい。で、2を無理やりつけちゃった代わりに、帳尻合わせなきゃしなきゃ、合わせをしなきゃいけないんで、2分の1つけましょうと。で、こうやって変形すれば問題ないじゃん、何も。形は変わったけど、元と同じだからね。じゃあ、こうしておいて、この部分は積分したらこうなりますよね、と。
で、今は、置換を使ってないので、X の、元々の積分化の積分ができると。ただし、2分の1、帳尻合わせのために出てきた2分の1が必要だから、こうなりますよと。まあ、絶対に外しておこうね。括弧にしておきます。こういう感じ。で、上を入れればログ2だし、下端の下を入れればログ1だから、結局結論としては同じっていうね。だから、置換積分を使わない方が当然、できるんだったらね、ストレートでいけるんだったら近道だし、そっちの方が早いわけなんですけど、まあ、置換積分っていうのはこういうことで、今回みたいに置換を使う、定積分で置換を使うんであれば、積分区間、ここをきちんとやらないと、確実、まあ、こうやって同じ時になることもね、あったけどさ、確実にミスになるので、ここだけ気をつけてやっていってください。では、今回はね、数三の定積分の置換積分法丸1やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。